はい、いつもおかげさまです。本日もですね、朝から、様々な人たちと、会っていましたけども、久々の東京滞在ということで、特にですね、今日午後4時からですね、集まった、天才マーケッター軍団たちのですね、ミーティングは非常に今、興奮するものでした。やはりですね、こういった方たちというのはですね、見てる本質をですね、見てるものがですね、非常に本質ですし、何が必要で何がいらないのか、そこがですね、はっきりと判断基準を持っている、これがですね、やはりこの天才と凡人の違いではないかというふうに感じた次第です。これからですね、8月に向けてですね、しっかりと準備をしていきますけども、結構ですね、皆さんもですね、喜んでいただけるような、もしくはびっくりするようなプロジェクトをですね、進めていくかと思いますので、ぜひ楽しみにしておいていただければというふうに思います。で、相場の方なんですけども、ドル円やはりですね、110円のところに下値、抵抗帯になりまして、で、上値を超えたので、今度はこれがですね、サポートとして働いているわけですけども、そこでですね、再度、買ったドル円ですね、しっかり上げてきています。今のところ110.6を、抜けてきているような状況ですので、110.5 の点5の壁を超えてきていますから、次はですね、110.8 で111円をつけられるかどうか、ここが非常に重要なポイントになってきます。ここですね、しっかりと見極めながら、今のところですね、日足でもですね、ドル円、見てみますと、プラス1シグマですね、下髭つけて、上昇してきていまして、で、今2シグマ、超えてこようとしていますけども、超えて、3シグマぐらいまで、来る勢いは十分にあるかと思います。週足のですね、直近の高値も超えてきまして、プラス1シグマも頭ですね、もう抜けていきましたから、基本的にはですね、上昇の勢いが強まりやすい、そういったところであります。月足の抵抗帯がですね、いくつか110円台の後半にですね、重なってはいますけども、111円をですね、つけてくると、抵抗帯が一気になくなりますので、大きくですね、上昇していく可能性というのは、非常に高くなってきますので、このドル円の動き、しっかりと、見ておく必要があるかと思います。それに合わせてですね、ドル円だけじゃなくて、全体的にですね、円安の方向に傾いています。昨日はですね、黒線は一旦落ちるような場面がありましたけども、ドル円だけは本当底堅いので、もしかしたらもしかしてくれるかもではないですが、結構上に抜けてくれる可能性はあるんじゃないかというところで、引き続きポジションを構築したまんま見ていきたいというふうに思っています。そして、編集後期ですが、本日もですね、あるトレーダー、そして資産家の方とですね、いろんな打ち合わせをしていましたけども、今回のですね、ライブトレード合宿に関しましても、全部6日間出るのは難しいけども、3日間だけならっていう方がですね、結構いらっしゃるってことも分かってきました。正直3日間よりもですね、6日間の方がいいですので、例えば、6月3日間、そして7月3日間みたいな形でですね、出るような、こともですね、認めてもいいんではないかというふうにですね、ちょうど2名の方からも言われましたので、こちらたくさんと協議の上ですね、そのようにしていければというふうに思っています。いずれにしてもですね、本当にその、何かを身につけようと思ったら、最初にですね、この集中する期間っていうのが本当に大事になります。で、私自身もですね、ここの2年間はですね、本当に苦しい思いであったりだとか、いろいろですね、クリアしなければ問題がたくさんありましたけども、どんな問題もですね、問題だと認識できればですね、もはやそれは問題ではなくて、解決に向かっているわけなんです。だからそこをですね、一つ一つ抑えながら、そして誠実に動けるところをですね、徹底して誠実にですね、動きながら、そして着実にですね、光のある方向に進んでいく、弱く前が一番暗いとは言いましたが、まさにですね、そういう非常にですね、たくさんの試練を乗り越えさせるきっかけをいただいたこの2年間だったと思っています。ここをですね、バネにして今年の年末に向けて、一気に突き抜けて、そしてですね、また、より多くの、貢献ができるような、もしくはそういう英知をですね、人に伝えられるような、そういった活動に、力を入れていきたいというふうに思っています。そのようなことでですね、今回思いに賛同して仲間が集まってきてですね、非常に面白いチームが今作られてきていますので、皆様にですね、公開できるのを非常に楽しみにしています。ということで、今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。今回も動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね、皆さんの感想要望をですね、コメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて高評価と、そしてチャンネル登録、このですね、3つぜひお願いいたします。それではこれからですね、どんどん面白い動画出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。